えー、シャベルブログ。うん。私がお金が奏者になるまでっていうシリーズで、もうだいぶお話をしてきました。今日は大学卒業して3年間の、まあ、いわばオーケストラに入りたいというための、入るための給食ね、仕事を求めている、あの、オーディションを受けたりね、したというようなことを前回3年間分ぐらい話をしました。今日は毒舌。 ここだけの話です本当はきれい事だけを言うて済まそうかと思ってたんですがやっぱり僕自身これをやっぱり自分の記録としてもね、まあ、自伝って言うとはオーバーやけどこんな適当な話でねっていう気持ちがやっぱあるんで本番の気持ちをねここでは言おうと思います。でその3年間のその仕事をねオーケストラでの仕事を探すのを えー、まあやってながら、うん、まあそろそろ結婚もねということでまあこれはなかなか難しいなと思ってね、あのーまあ、いろんなこうタイミングとか、えー、自分の,その才能とかね、えー、こういろんなことがこう巡り合わせがうまくこう、うん、なんていうの,あのマッチせえへんかったらオーケストラに入るなんていうのは、まあ、ただ事とじゃないね。 よっっぽどラッキーじゃない,とっいうことを、ね、やったんでまあ正直言うて諦めてもう結婚するためにね、えーまあ、お金いるでしょやっぱりない綺麗いほど言うでもねだから、うん、まあ中学のね音楽の教師になろうかなというふうに決めたわけですよ。ね、ところがもう全然教師にはなる気なかったんでもともとね だから大学時代に教育実習も行ってなかったんですよ。そんなんもん先生になるわけないと思ってたしね。で、さやけど、やっぱりなろうと思ったらそれいるから、まあね、ちょっとしゃあないからね、教育実習にも行きましたよ。で、幸いなことにね、えー、っと、卒業して4年目ぐらいかな、の12月ぐらいからある中学に常勤講師としてね、えー、行って。で、そのまま、 来る年の4月からそ,こそ,その学校でね、新規採用っいう、まあこれはその男の学校の校長先生がね、引っ張ってくれはったんですよ、まあ、はっきり言うて。そんなんも勉強してへんもんがね、採用試験受かるわけないしね、だからその先生のね、力がやっぱりあの、すごく大きかったんじゃないかなと思います。うん、で、やっぱりね、その先生になったということは、やっぱり自分にとってはもう、もう絶対ふけケスラプレイヤーになりたいと思ってた自分にとってはね、 もうこれは先生の方から見りゃ大変失礼なことやけども正直に僕の気持ちを言うともうこれはねその最大の挫折でした。教師になったということは。うん、で、えー、その今でも覚えてるのはねその採用試験の時にねあのー、まあいろいろ自分の今までの,あのなんていうかなあの活動の、えー、資料をね あの出した方が有利やぞみたいなことを言われてその例えば何か自分がコンサートやったりしたらリサイタルやり合ったりしてたらその時のプログラムとかねあの応募を出さなあかんぞみたいなことを言われてまあ出してたんですよいくつかねでその面接の時に個人の面接やねだからそれはね何次試験やったか忘れましたがその面接の試験官の先生がね 僕がそのあらかじめ出してたそのリサイタルの,あのプログラムかなをこう出してきてね。お演奏経験あるんやな。で、ぽいですよ。それがもうショックやってね。今でもその光景は忘れられないです。自分が一生懸命やってきて、やったその時のリサイタルのプログラムを別に眺め見るわけでも、俺演奏経験ありみたいなね。 そんな軽く扱われたことがすっごいショックやってもうそれはね、あのー、今でも鮮明に覚えてますだからそれやったらその先生なんかならへんかったら嫌ないかなっていうことなんやけどでもそうはいかんことってあるでしょやっぱりそんな綺麗事ごとではねだから僕はあのねあのそういう道をまあ自分でまあ選んだんやけどね うん、それでそれから、あのー、30年間中学の音楽のね教師をやってましたが、うん、やっぱりねそのいろんなところで話をしたことあるんだけどその、ね、なかなかね、あのーまあ、中学で、まあ、中学でっていうとあれやけどその学校で、ね、音楽を教えるっていうのはなかなかねあの難しいそれ技術的に難しいっていうんじゃなくて 学校で音楽を教える必要があるかとかね。うん、そういう話ですよ、要するに。だから、あのー、もう今みたいにね、そのテレビやラジオやインターネット、ラジオちょっと古いか、インターネットとかでね、もうあらゆる世界中の音楽が簡単に聴けるような,な状況になった、今ね。 学校の音楽の役、果たす役割っていうのは何なんやろうなと思って、合唱コンクールとかね、ようやりますけどね、中学では。でもあれもなんかクラスの団結を高めるためにやんにゃみたいにね、もうそんなんやったらもうなんか運動でやってくれたらいいのになと僕はずっと思ってたんですよ。だから、その音楽じゃない合唱になっちゃうんですよね、下手すると。もう他人の先生が一生懸命頑張れば頑張るほど、 お前らグランドの向こう行って並んでここまで聞こえる声で歌えみたいなね、もうそれ単に怒鳴り合やろで、もそれがね曲がり通っちゃうんですよ、やっぱり。で、それで、その、ほんまに中学生の子供らがね、本当の音楽の良さ感じられんのかなと思って、そりゃクラスの団結はおだあの体育大会の応援合戦と同じ感じになっちゃうわけですよ。だからそれはそれでそういう効果あるのかもわからへんけど。 だからでもだからといってね例えば音楽をその学校の授業からなくすっていうのも果たしていいのかなとも思うんですよ。うんまあ、ほんまに難しいところでねこれはねだからあのー、でせやがれてその正規の授業やったら成績つけなあかんでしょ。これがまた困るんですよ。 わかかりますかね僕らが辞めた頃には退職した頃はねやっぱりもうなんかいろんなこう成績のつけ方やらがこう窮屈になってきててもうまるで国語,や国語や英語やら社会とかねそういうのと同じようなつけ方をさせられてたんですよ。例えば関心意欲態度があるかっていうのを評価したりとかね別に僕音楽に関心意欲とかそんなんなくてもいいと思うんですよ別に。嫌いなやつはいるからね。 僕はたまたま音楽好きやったから、まあ音楽についてはずっと一生懸命やってきたけどね。そやけど、その代わり数学嫌いやったしね。<laughs> うん、だから、監視に行く態度が、それが A がつかへんかったら、もうそこだけで g はないとかね、5段階やったら、そんなことになっていいのかなと思ってね。それで、テストしてな、試験せなあかんでしょ。やっぱ成績つきよう思ったら、なんかこう、客観的な資料言いりますよね。 こいつなんとなくうまい歌うまいから5とかねこいつ下手やから2とかいうふうにつけられんのやったらええけどそういうわけにいかんやでしょやっぱりその進路のことやのも絡んできたらなんでうちの子はこれ音楽3なんですかとかいう話なんてしょっちゅうあるわけでねでその時にこれこれこういうことやからあのこうなんですっていう話になんやけどそれをねその試験もね自分で作っててね筆記テストねまずね これ意味あるかなとこっちとしては客観的な資料、まあ、はっきり言った点数やね、が欲しいから問題いっぱい作るでしょで。その問題を自分で作った問題を見てみるとね、これなんか将来役立つかな。まあそんなん言ったら他の教科もそういうこといっぱいあるかもわからないけど、特に音楽とかの実技教科ね、これ覚えてなんか意味あるかな。例えば、浜辺の歌の作曲者、成田亀蔵。 成り立った,ためって人生で使うかみたいなもんでですよねでもその評価するためにそういう問題作らなあかん。で歌とか実技のテストをやったらやっぱりね今今流行ってるテレビで、ね、何やったっけあのカラオケで点数出るのありますよねようやってますけどああいうふうになっちゃうでしょやっぱり。音程が正確なやつはうまいっていうことにせえへんかったらなんとなくっていうよりは点つかへんしね。でさけど音楽っていううののはは僕よく言うのは 下手やけどうまいやついっぱいいるんですよ。下手やけどうまいやつ。もっと言葉ある言えか言えば、オンチやけどうまいやつ。オカリナでもそうですよ。なんかこの人の方がなんとなくうまいなって。やっぱそう思うということはそういうことなんですよ。ね。だからそれにね、点数つけるっていうことに対して僕は30年間ずっとね、あの、あの、なんていうかな、あの、うん、 ど,どう言ったらいいのかな、こだわってたじゃなくて、うん悩んでたりいうほど上等でもなくて、困ってたかな、困ってた。うんこれをもし音楽の先生聞いてても、こいつは何言うとんやんって言う人いる,かいるやろうけども、でも正直、さっきも言ったように、自分の正直な気持ちをここには残したいと思ったんで、あえて言いました。もしね、お気を悪くなさった方がいったらあの、ごめんなさい。ねということでね、まあ30年間もいたわけですよ、中学にね。 んかどんなことを思い出るかというとうんまあなかなかあんまりええ思い出はないですよね。よくあのけ教師になるときに、まあ「お前音楽の先生になっても自分でフルートを吹く活動を続けていけばええねや」なんて言う人いるけどねそれは絶対無理です。だから今から学校の先生目指し音楽やってて目指す人いて両方やろうと思うと人いはったらねもうそれは絶対無理です。 それはお互いにとって良くないからね。自分にとっても中途半端な音楽の活動になるわけで、学校側から見ても、うん、そんなことやってたら中途半端な、あのー、学校のね、学校での仕事になるわけで、お互いに良くないからあの、もう本当に先生になる人は先生になりたいっていう気持ちが100%の人じゃないと、僕は自分のことを棚にあげてるけど、いうふうに思います。ね。うん。あのー今後 今からの時代がもっと大変になっていくと思うんですよ、学校の先生っていうのは。今、時代が、時代というか、なんていうかな、この、政治というか、もう大きく変わろうとしててね、これから先生とかの、果たす役割というか、果たさされる仕事というかね、もうそれはちょっと今までとは違うもんになってくる覚悟をしてへんかったらあかんなと思うんですよ、やっぱり。 だから中途半端な歌でも歌いながら中学の先生やろうかなんていう人はね、あのな,なんていうことはね、できんと思います、それは、うん。それで、まあ、あの一個一番面白かった思い出はねあの、ある日、京都の真ん中、町の真ん中の学校に勤めてた頃にね、あの要あの学,期学年始めに家庭訪問とかあるでしょ。それでね、ある生徒の女の子だったけどね、家に家庭訪問行ったんですよ。 初めてのね、初めての、初めて行ったんですよ、そこへはね。そしたらね、なんとね、私の母の母、だから僕から言うたらおばあちゃんですよね。おばあちゃんが住んでた家だったんですよ。もう何十年も前に、僕が幼稚園とか小学校の頃、小学校も出学年ちゃうかな。に、僕のおじいちゃん、おばあちゃんが住んだはった家を、 その家そのものはもうなくなってそれを建て替えたはったんやけどねそこにね行ったんですよもうこれはちょっとびっくりしましたねそんなことあんやと思ってねだから子供の頃よくねそこのおばあちゃんの家にあの遊びに行ったり泊まりに行ったり近所にプラモデル屋さんがあって行ったらいつもおばあちゃんと一緒にねあのプレ行ってプラモデル買ってもらったりとかね それから僕が好きやから言うてあの焼き飯をね作ってくれはってねおばあちゃんが焼き飯っていうのは今の中華料理屋の焼き飯みたいなんじゃなくてあれなんていうのかなあのケ,ケチャップで炒めたご飯ですよあのオムライスの中に入ってるようなねそれをね行ったらいっつも作ってくれてねでなんかあんま記憶ないんだけどね僕はねあのなんかコーヒーが好きやったってそんな子供でコーヒー好きやったのかんかなかわからへんだけどまあミルクの入ったコーヒーやけどね それが好きやったから言うてね、あのいつも作ってくれてね、もうほんまにね、いいおばあちゃんでした。その人が住んでた家に、家の、その人が住んでた家に、その時住んではる子供の担任を僕1年間やってたんですよ。もうこれはね なんとか奇跡っていうかね、あの、えっと、もういいです、大体中学校の教師生活30年間の中でね、一番印象に残ってるのはこれです。さて、そんなわけで、いよいよ次回は、えー、やっと、どうかな。うん、やっとおは、おかえな、の話出ますね。だから、今の中学30年間の、 僕は年代年年、年を覚えるのがめたくせでね、いつあったか、いつ何年にそれがあったかとか、だからその30年間勤めて、えー、辞めた、辞めた理由は今度いう話をしますが、辞めたんが、えっ、ー、と、だから、55歳ぐらいの時かな。だから、55歳時点でまだオカリナには僕は実は出会っ,ってないんです。こんな偉そうなこと言うてるくせに、ね。皆さんの方が長いことオカリナ多分吹いてあるんちゃうかなと思いますけど。ね 55歳だから今から7年ぐらい前ですよたったねその辺の話は次回、えー、お話します。ありがとうございました。ではまた。